甲府営業所八王子営業所富士急平和観光株式会社はかつて存在した山梨県甲府市を拠点として主に貸切バス事業を運営していた富士急行の子会社である。また、中央高速バス甲府線の運行や笛吹市からの受託運行等も言っていた。営業所記号は K を用いたが、これは富士急行甲府営業所を引き継いだためである。 富士急行本体から分社化された子会社ではなく富士急行観光と同様元は富士急グループとは関係ない貸切バス専業の事業者として設立された会社が富士急グループ入りしたものであるグループ入り後は交付営業所の路線移管の受け皿として活用されたが2014年12月1日富士急山梨バスに吸収合併されて会社としては消滅した 営業所は甲府市内にあるが、当時市内に乗り入れる富士急グループの一般路線バスの大部分は富士急山梨バス本社営業所が運行していた。富士急行全体としては日野車が中心であり、ここもその例に漏れず、日野車で統一されていた。また、富士急行グループではあるものの、オリジナルカラーの車両も存在した。路線バスも日野車で統一されていたが、 1987年に、イスズ・キュービックが導入され、さらに1997年には、CNG バスが導入されたほか、貸し切り車として、UD トラックス車の導入もあった。その後、グループ内での路線移管と同時に、車両も転籍があったため、日野車で統一された状態に戻っていたが、2002年以降は、日産ディーゼル車が主力となりつつある。2012年には、 中央高速バス向けにヒュンダイユニバースが2台導入された。ありがとうございます。